様ごきげんよう。ナイスク新刊紹介のお時間です。司会は私、子供の頃からノートが落書きだらけだった鶴田です。今回は4月に出されました A 出版社の落書きノート術を紹介いたします。この本を担当された小沢さんにお話を伺いたいと思います。小沢さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、早速なんですが、うん、はい、この本はどういう経緯でどういった人に向けて出された本なんでしょうか。はい、はい、まず、落書きって何ぞやっていうところなんですけれども、うん、このですね、本の監修者の方、田村海さんという方なんですけれども、落書きの書き方のですね、ワークショップをされている方なんですね。で、その人のこういう落書きのノウハウとか、じゃあそれをノートに書いてみてビジネスに生かしてみましょうとか、勉強に生かしてみましょうっていうのを一冊にまとめた本になっています。はい、ありがとうございます。そうですね、文章もイラストも満載で、まあ、一冊通じて読み応えがある本だと思うのですが、うん、その中でも特に小沢さんが見てほしいページが見せていただけるということで、はい、はい、ですね、おすすめのページが2つありまして、まず1つがですね、これ帯にも書いてあるんですが、ここ絵心は誰にでもあるっていうのを1つ大事なテーマにしています、この本で。で、よく絵が下手とか絵心私ないんですっていうふうに言う人が多いと思うんですけれども、こういう感じでですね、絵心は誰にでもあるっていうのがこの方の1つ主張なんですね。で、絵心と画力っていうのは違くて、絵心は誰にでもあって、絵を描きたいっていう気持ちを思い出してみましょうっていうところから、そういう簡単なところからこの本は始まっています。そういうところがですね、一つおすすめなのと、あともう一個、これページを進んでいくと簡単な落書きの描き方がですね、たくさん載っています。で、人間の顔の表情を簡単に100個の表情を描ける方法っていうのが載っているんですね。で、人の顔って口と目と眉毛の動きが変わるだけで、その組み合わせだけで表情ってできているんですっていう感じでですね、こういうふうに口と目と眉毛のパターンを紹介されていて、で、もうすぐに今からでも誰でも簡単な落書きが描けるような内容になっています。これだけ表情豊かな落書きが描けたら、すぐにノートも楽しくなりそうですよね。そうなんです。はい、では最後に小沢さんから読者の方へのメッセージをお願いいたします。はい、大人になるとどうしても絵とか普段ね、描かなくなって、うん、それこそ絵心が自分にはないんだなっていうふうに思い込んじゃう人が多いと思うんですが、この本を読んで、その絵を描くことの大切さとか楽しさっていうのを思い出してもらいたいです。で、この絵を描くこと、落書きをノートに描くことって実はすごい力があって、ビジネスとか勉強とかプライベートも変わるんです。人生がとても変わりますっていう楽しい本になっています。はい、ぜひ読んでください。ありがとうございました。こちらの A 出版社より出された落書きノート術は全国書店、Amazon にてお買い求めいただけます。ぜひ買って読んで描いてみてください。以上でナイスク新刊紹介を終わります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。